どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、またね、残念なお話が来てしまいました。ということで、ANA がですね、国際線利用マイル数ね、引き上げを発表いたしましたので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、とうとうね、ANA の必要マイル数国際線引き上げがね、発表されてしまいました。まあ今までですね、正直ね、必要マイル数非常に少なかったので、まあこのまま行くのかなってずっと思ってたんですけども、やはりね、とうとう引き上げがね、発表されましたということで、 ANA マイルね、貯められている方は非常にね、影響大だと思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。はい、ということで、こちらがね、公式サイトになっておりまして、ANA 国際線提携航空会社特典航空券必要マイル数一部改定についてということで、こちらね、発表がされております。ANA 国際線提携航空会社特典航空券について一部ゾーン発着を対象に必要マイル数を改定いたしますということで、まずね、適用日に関してなんですけども、2024年の4月の18日0時からね、予約された分が今回のね、必要マイル数改定後のね、必要マイル数が適用になるっていう風になります。こちらより前にね、発券していただければ、今のね、必要マイル数で発券することができるっていう風になるわけなんですけども、2024年4月の18日以降のご予約発券特典航空券について改定後の必要マイル数を適用させていただきます。上記開始前に予約いただいた航空券適用後に変更した場合、改定後の必要マイル数規則が適用になります。詳細は改定後の必要マイル数適用時期についてをご覧くださいということで、これもちょっと後でね、軽く見ていきたいなと思うんですけども、4月の18日から新しいね、必要マイル数に変更になります。で、今回ね、変更になるのは ANA のね、国際線の特典航空券と提携会社特典航空券、ユナイテッドとかシンガポールとかね、いろんな航空会社ありますけども、まあこういったところもね、改定になっております。で、まずですね、 ANA の国際線特典航空券ということで、ハワイゾーン5、北米ゾーン6、欧州ロシアゾーン7、発着のビジネスクラスおよびファーストクラスにおいて必要マイル数を改定いたしますということで、今回ね、エコノミークラスとプレミアムエコノミーのね、改定はございませんということで、ビジネスとファーストのね、必要マイル数が変更になります。で、またね、 ANA はね、往復でしか発券することができませんので、今から説明するのもね、全て往復のね、必要マイル数が提示されているっていう風になります。で、 ANA のね、国際線に関してはゾーン組む、またね、シーズンチャートっていう風にね、それで必要マイル数が分けられているっていう風になりますんで、これがね、こちらになるわけなんですけども、まあ皆さんね、こちら見たことあると思うんですけども、必要マイル数は出発地と目的地のゾーンを確認していただいて、またね、搭乗時のシーズンですね、これを確認していただくと、この必要マイル数がね、算出されるっていう風になります。で、ハワイ、北米、欧州、ロシア、オセアニア、まあこういった形でね、発表がされておりまして、まあ下の方にね、提携航空会社の必要マイル数改定がね、記載されているっていう風になります。で、先ほどのね、改定後の必要マイル数の適用時期についてということで、2024年4月の17日までに予約した場合ですね、改定前の必要マイル数が適用になります。で、4月の18日以降にね、予約した場合は改定後の必要マイル数が適用されるっていうふうになります。まあこれはね、非常に簡単で分かりやすいんですけども、まあこういった場合ですよね、4月の17日まで予約発券して、そのお持ちのお客様が2024年4月の18日以降に新たな予定変更する場合ですね、この場合に関しては、全区間未使用の場合は改定後の必要マイル数にて再計算を行い、必要マイル数が増える場合には差額分が必要となります。必要マイル数が不足している際は変更不可となりますということで、まあ、こういった形に、ね、なるんですよね。で、もう一つのパターンですね、7月の17日までに ANA 国際線特典航空券の新規の予約を行い、往復もしくは片道空席待ちのお客様が2024年4月18日以降に席が用意された場合ですね、まあ、ANA の、ね、国際線の特典航空券というのは空席待ちができますよね、まあ、それが4月の17日までに空席待ちを入れといて、それが、ね、18日以降に、ね、降ってきた場合ですね、改定後の必要マイル数が適用になるというふうになります。で、もう一つのパターンですね、4月の17日までに予約発券済みの ANA の国際線提携航空会社特典航空券のお持ちのお客様が2024年4月の18日以降に払い戻しする場合ですね、全区間未使用の場合は予約発券時に減算されたマイルを払い戻し手数料マイル差し引いた上で口座にお戻し出しますということで、 ANA の場合はね、3000マイルね、取られますよね。
まあ、これが取られて返されるっていう風になります。で、一部使用済みの場合は払い戻しができないっていった形になります。まあ、こういった感じでですね、今回ね、ANA の国際線の特典航空券の使用マイル数、またね、提携航空会社の特典航空券の使用マイル数がね、改定されてしまったっていう風になるんですよね。で、こちらね、ちょっと見づらいので、私の方でですね、日本の路線ですね、ANA の国際線の特典航空券と提携の航空会社の特典航空券ね、ちょっと必要マイル数でまとめさせていただきました。それがねこちらになるわけなんですけども、まずね ANA の国際線の必要マイル数の変更部分ですね。でこの図の見方としてはこちらがね、路線日本から、ホノルル北米ロシアとかまあここら辺の路線ですね。でこちらが旧必要マイル数で、この LRH っていうのはローシーズン、レギュラーシーズン、ハイシーズンっていう風になっております。でこの C とか F とかは C はビジネスクラス、 F はファーストクラスですね。で今回の ANA の方に関してはエコノミークラスとプレミアムエコノミーの必要マイル数は変更ございませんので、まあ、そのままね利用することが今まで通りのね必要マイル数で利用することができます。でまずねホノルルですね、ホノルルに関してはビジネスクラスに関しては Q が往復60,000、ローシーズンだったらね、レギュラーシーズンだったら65,000、ハイシーズンだったら68,000マイルで、ホノルルね、往復することができたわけなんですけども、4月の18日以降はビジネスクラスは、ローシーズン80,000マイル、レギュラーシーズン85,000マイル、ハイシーズン90,000マイルっていう風になりますので、ハイシーズン、まあ、夏休みとかのホノルルにビジネスクラスで行くと、まあ、片道45,000マイル、往復90,000マイルっていう風になるんですよね。まあこれでもね正直私はねまだまだいい方だと思っているんですけども、まあこういった感じでね往復ですからねこの必要マイルスはね、はい、こういった感じでね改定されるっていう風になりますんで、まあ大体20,000マイルちょっとぐらいね増えているところですよね。でファーストクラスに関しては12万マイル12万9000マイルっていう感じでね今設定されているわけですけども、4月の18日以降はローシーズン12、レギュラーシーズン14、ハイシーズン16ということで、まあ、夏休みシーズンはですねこちらのマイル数がね適用になるっていう風になりますんで、まあ、ホノルルのねファーストクラスは往復ね16万マイル1人ねかかってくるっていう風になりますんで、かなりね必要マイル数上がりますよね。こちらに関してもだいたい2万から4万ぐらい上がってますかね。ここが3万1000ぐらいか、はい、2万から3万ぐらいねちょっと上がってるっていう感じですよね。で次に北米路線ですね。北米は今7万5000、8万5000、9万でビジネスクラスで利用することができるんですけども、4月の18日以降は10万、10万5000、11万ということで、まあ、片道で言うとハイシーズンで片道5万5000マイルっていう感じですね。まあ、これはビジネスクラスですからね、まあ、そんなにねこれもまあ、上がってはいますけどね、まあ、今までがね少なすぎたっていうのはねちょっとあると思うんですよね。まあ、燃油サーチャージがね ANA の場合はかかりますので、ちょっとね必要マイル数上がっちゃうのはね残念な部分ですけども、やはりね今までが少なすぎたっていうところがありますよね。で、ファーストクラスですね、今15万15万16万5000のところが15万で、ローシーズン、レギュラーシーズン17万、ハイシーズン20万ということで、片道10万マイルになるんですね。北米路線はだからやはりね長距離路線になりますんで、必要マイル数はねこちらかなり上がってますよね。まあ5万までいかないですけど3万5000とか上がってますもんね。かなり上がってますね。で欧州ロシアの場合は今まで8万9万9万5000で利用できてたところが11万11万500012万で、ファーストクラスは16万5000、18万で利用できてたのが16万5000、19万、22万ということで、すごいですね。22万、ということは片道11万マイルっていう風になりますからね、かなりの大幅アップですね。こちらも4万マイル近くね上がっているっていう風になります。まあ、こういった感じでですね、こちらが ANA のね国際線の必要マイル数っていう風になりますんで、こういった感じでね上がってしまいます。まあ何度も言ってますけどね、今までがちょっと少なすぎたんだね、これはしょうがないのかなっていうところですけども、燃油サーチャージなくしてくれればねこれでも全然いいんですけどね、燃油サーチャージかかりますからね、ちょっとね残念でしたね。それでは次に提携航空会社の必要マイル数です。まずホノルルのビジネスクラスが96万5000だったのが8万5000、こちらも全て往復でね必要マイル数設定されておりまして、提携航空会社の方はシーズンがねありませんので、まあ一つだけのね必要マイル数になります。でホノルルファーストクラスは今まで12万だったところは14万っていう風になります。で、北米 CF、ゾーン1、ゾーン1の A と B っていうねあると思うんですけども、
これはね、こちらにね記載がある通り、ゾーン A も B もね日本なんですけども、シャープ1ですね、国際線往復2区間のみの予定、国際線往復2区間に加え日本国内のみで乗り継ぎをしている予定っていう風になります。で、ゾーン1の B、ゾーン1の A の設定がない場合は全てゾーン1の B がね適用になるっていう風になっておりまして、ゾーン1の A とゾーン1の B を組み合わせて使うことはできませんっていった形になります。で、ゾーン1と A も B もまあ日本っていう風になりますので、まあ、こういった感じでね分けられているっていう風になります。まあ、こういった感じになってるんですけども、ゾーン A が設定されたらゾーン A になりまして、そうでなければ設定がなければ全てゾーン B にね適用されるっていう風になります。まあパッと見てもゾーン A の方が使用マイル数が少ないっていう感じですよね。はい。で、北米のビジネスクラス11万マイルね、新マイル適用になりますんで、ユナイテッド航空のビジネスクラスとかを発見すると、まあこれがね適用されるっていう感じですよね。ファーストは17万で、ゾーン B の場合は117,000、ゾーン B のファーストクラスの場合は187,000という感じで、こういった形になるんですよね。で、またね、欧州ロシアとかも、まあ、こういった感じでね必要マイル数、まあ、基本的に全てね引き上げになっているっていう風になりまして、それ以外にもねアフリカ中東とか中南米オセアニアとかねありますけども、まあ、こういった感じでねかなりこことかすごいですよね。はい、27万、まあそれでも今までもすごいんですけども32万ですからね、はい、結構すごいですよね。まあもちろんこれはファーストクラスなんでねあれかもしれないですけども、まあ、全体的に引き上げになっているっていう風になりますんで、まあ、こういった感じでですね今回ね引き上げが発表されたっていう風になるんですよね。まあ皆さんね気になる路線とかね行きたい路線あると思うんですけども、まあ、こちらねぜひ私のねまとめた表でもいいですし、こちらの公式サイトね見てぜひねチェックしていただければなと思います。ちょっとね私は日本路線をね抜粋して利用さし表を作らせていただきましたので、日本発着以外のところをね見たい場合はこちらね公式サイト概要欄に載せておきますので、ぜひねチェックしていただければなと思います。いやーね、とうとう発表されてしまいましたね。ということで今回ですね ANA がね必要マイル数を2024年4月の18日以降ね引き上げを発表いたしましたので解説ねさせていただいたわけなんですけども、まあとりあえずね今私たちにできることっていうのは4月の17日までにね発見していただければ今のね必要マイル数で発見することができるっていう風になりますんで、もしねどっか行く予定が決まってる方はですねぜひね予約ね入れといていただければなと思います。またね昨日ね JAL がね燃油サーチャージの引き下げをね発表いたしましたので、まあ、実はっていうわけじゃないんですけども今発見するよりね4月過ぎてから発見した方が燃油サーチャージ下がるっていう風になりますんで、まあ、今予約を入れといて4月にまあ国内線の乗り継ぎとかねいじっていただければ燃油サーチャージ返ってくるっていう風になりますんで、まあ、郊外の空港をね利用される方はねそれでいいかななんていう風に思うわけなんですけども、まあ、ひとまずね4月以降ね発見した方がね、まあ、ちょっと安くなりますので、ここはちょっと難しい部分ではあるんですけども、必要マイル数はね4月の18日以降ね変更になってしまうっていう風になりますんで、ぜひね覚えておいていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、 LINE 公式アカウント、最近ね LINE 公式アカウントで PP 診断、ポイントサイト診断、マイル診断、マイルクレカ診断利用することがね無料でできるようになりましたんで、ぜひねチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。